なぜだ？どうして？うだつの上がらないバツイチ独身の40歳。そんな俺に突然伝えられた左遷人事。心は晴れないも、もやでいっぱいになってしまう。さらに、元妻からの意味深な電話が、人生を変える一本の電話だった。俺は関根勇気、バツイチ独身の40歳。今は大型スーパーの惣菜部門で働いている。チーフという立場ではあるが、2年前には離婚を経験している。仕事にのめり込んで家庭を顧みなかったとか、不倫が原因ではないが。元妻はエリカという名前だ。自立心の強い綺麗な女性だった。離婚したばかりの頃は少なからず未練を抱いていたが、ある程度時間が過ぎた今は美しい思い出になっている。別にお互い憎み合った末に別れたわけではないのだ。毎日の仕事は楽しい。まさか惣菜部門に配置されるとは考えていなかったが、人の口に入るものを扱うのはなかなか大変だ。保健所との複雑なやりとり、厳格な衛生検査、その二つには今でも慣れない。それでも、このお惣菜が好きなの、と言ってくれるおばちゃんの言葉を聞いたり、忙しい社会人の夕食を自分たちが作っているという事実には少なからぬ充実感を覚える。言ってしまえば、所詮スーパーの惣菜。しかし、社会を支える人たちの腹を満たしているのも事実だ。自分たちもまた社会の歯車であるということは、俺の確かな生きがいだった。しかし、そんなある日のこと、俺は出社するなり、本社から電話があると言われた。一体何があったのだろうか。事務所に向かう途中、俺はいろいろと想像してしまう。確かに、チーフという立場ではあるが、俺なんて下っ端もいいところだから、本社の人間と話をすることはほとんどないのに。もしもし、お電話変わりました。ご用件は？あ、どうも、関根さん。事例が出ましてね。てっきり昇進だと期待してしまった俺。直後、突きつけられたのは、左遷という残酷な現実だった。チーフは降格、そして別店舗への移動。あまりにも急な話で、すぐには受け入れられなかった。今の立場は、前任者のポストがようやく空いたことで、やっとつかめたものだ。しかも、降格だけでなく、移動までセットとは。なぜですか？納得できません。理由を教えてはいただけませんか？だから俺は、必死に食い下がった。その結果、教えられたのは、これまでの些細なミスの累積だという。そんな。しかし、ミスといっても、会社に損害を与えたわけではない。加えて、それらはすべて解決してきた。申し訳ありません。実を言うと、自分もこれ以上は知らないんです。どうかご理解ください。本社の人間は、心底申し訳なさそうだった。この人に罪はないし、ここで無理を言うのは筋違いだろう。到底納得などできないが。電話を切った瞬間、俺はがっくりとうなだれた。移動自体は特段珍しいことではない。全国チェーンのスーパーだから、その社員が各地を巡るのは至極当然。しかし、俺はここに来てまだ半年しか経っていない。こんな短期間の移動なんて知っている限り初めてだ。しかも、移動場所もおかしい。今のアパートから引っ越さないで通勤可能な、本当にギリギリのエリアだった。そんな近くの店になぜ？元気出しなよ。状況を受け入れることができず苦悩していると、ベーカリー部門のチーフが俺を励ましてくれた。彼は俺の肩を叩いてくれた。むちゃくちゃな話だったとしてもさ、働ける場所があるだけマシだよ。
今のご時世、俺たちみたいな年齢のやつが転職なんて難しいんだから。ありがとう。そうだよな。まあ仕方ないか。俺に代わってチーフになるのはゴミというやつらしい。引き継ぎの準備をしなければならない。ん？俺のつぶやきに対してベーカリー部門のチーフは怪訝な表情を浮かべた。そのゴミっていうの、もしかして俺の親戚の子供じゃないかな。話を聞いてみると、ベーカリー部門のチーフは少し前に行われた研修で新人であるゴミと知り合ったそうだ。俺、家から近いところに配属されたんです。それもいきなりチーフ待遇だって。そこで一年頑張ったら本社勤務にしてくれるっておじさんが約束してくれました。一年間の辛抱ってことですかね。その時こんな風なことをゴミは言っていたそうだ。いつの間にか近くにやってきていた店長の反応から察するに、どうやらそれは真実らしい。本当にすまない。私ではどうすることもできなかったよ。何もかも俺の知らないところで密かに決まっていたようだ。店長は謝罪してきたし、同僚も口々に同情的な言葉を送ってはくれた。どうしようもないこと、重々そう承知していても、そのゴミとかいう若造のことが頭から離れなかった。本社の人事部に親戚がいるから、家が近いから、たったそれだけの理由で俺は理不尽極まりない左遷を受け入れなければならないのだ。世間というもののせちがらさと言ってしまえばそこまでだが、俺の心のモヤモヤは晴れない。そしてよどんだ心境のまま準備を済ませた俺は移動する。移動先で平社員として働くこと数週間。俺は早々に仕事に慣れ、不幸中の幸いか迎えてくれた人たちも良心的な人ばかりだった。だがそれでも俺の心のモヤは取れない。そんなある日のことだ、俺の携帯に一本の着信が入った。全く知らない番号だ。そんなに交友関係は広くないし、俺は通販もほとんどやらない。だから電話帳に登録されている番号以外にはほとんど応答しないのが常だ。出たとしてもセールスが関の山。しかしその着信は何度無視しても容赦なく再度かけ直された。仕事が終わってから携帯を開くと、ものすごい数の不在着信。なんだこれ。その時またもや着信が入った。俺は通話ボタンを押し、もしもし？と返す。もう、やっと出てくれた。聞こえてきたのは懐かしい声。そう、元妻のそれだった。番号を改めて見返してみると、確かに見覚えがある。一度、うっかり携帯を水に落としてしまった時、もう連絡を取ることもないのだからと思い、再登録しないでいたのだ。すまない。いろいろあってな。それより何か用か？離婚してから初めての連絡。だから俺は困惑気味に応対してしまう。実はね、私今日副社長になったのよ。早速、とてつもない爆弾発言が飛び出した。おめでとう。俺は困惑したが、それでも本心からの祝福を送る。もともと元妻とは同僚という関係だった。新人時代に研修で知り合ってから仲良くなり、いつの間にか付き合い始めた。最初は幸せだった。お互いを好きというだけで無限に幸せになれたからだ。今日はどこで食事しようか、次の休日はどこへ行こうか、そんな話をするだけでも本当に楽しかった。しかし、俺は高卒だったが、元妻は大卒。向上心の高い彼女は在学中から大量の資格を取っていた。
研修が終わるや否や、元妻はいきなり本社配属のエリートコースを歩み始める。一方俺は平社員として店舗に配属された。元妻に対して、俺がつまらない嫉妬を抱くようになったのはこの頃からだ。野心あふれる彼女は次々と斬新な企画を打ち出し、その度に大きな成功を収めた。当然、出世スピードも凄まじいもの。結婚した俺たちは良好な関係だったし、愛もあった。しかし、俺は苦しかった。最初こそ同じだった立場は、早々に絶望的な差がついてしまう。収入差も開くことはあれ、縮まることは一度もなかった。男が必死で働くのは、大黒柱として妻子を養うため。俺は、そんな古い考え方に固執していたが、実際に支えられているのは俺の方。その事実を突きつけられるたび、俺の心には鋭い棘が刺さった。少しずつ開いていった傷口は、やがて真っ二つに割れてしまう。もうダメだった。彼女のことは愛していたし、その成功を誇りにも思った。しかし、惨めさを突きつけられるのは、もう無理だった。何度も話し合いを重ねた末、俺たちは別々の道を歩むことを決めた。あなたとは別れることになるけど、愛がなくなったわけじゃない。女の私が出世していくことを心から祝福してくれたのはあなただけだったから。話を戻す。そう語る元妻の声は、離婚が決定的となった時と同じ沈み具合だ。左遷されるって聞いたわ。本当に理不尽な話、すごく怒ってるわよ。元妻は続いて、人事部長の横暴ぶりを本社は問題視しており、早々に処分が下る予定であると教えてくれた。多少の身内びいきは仕方ないけど、さすがにこれは一線を越えてるわ。人事部長の横暴でひどい目に遭わされてる社員からの情報も集まってる。この件については社長もお怒りなのよ。あ、これは他言無用でお願いね。元妻はそこまで言った後、やめないでね、と続けた。状況は近いうちに必ず好転するから。わかった。わざわざありがとう。君は頑張りすぎちゃうから、体に気をつけて。電話を切った後、なんだか俺は嬉しい気分になった。期待は禁物だし、元妻に未練がましいとは思うけども、知らず知らずにうちにすさんでしまった心に、じんわりと温かいものが染みたのは事実だ。数日後、また新たな辞令が下る。それは、もともとの職場にチーフとして戻れというものだった。何があったんですか？あのゴミとかいう若造、辞めたんだよ。そんなやりとりを経て、職場に戻った俺は、同僚たちから拍手で迎えられる。中には、お帰りと涙ぐんでいる者さえいる。少し落ち着くと、みんなは俺がいなかった時の話をしてくれた。ゴミが辞めた理由は実に今時のものだ。惣菜部門に配属されたはいいが、厨房が暑いわ、狭いわで、とても耐えられなかったという情けないものらしい。加えて、パートのおばちゃんたちとの相性も最悪。一週間と経たないうちに、ボス格の女性と揉めてしまったそうだ。その人は口が悪い一方、曲がったことがとにかく許せない人柄。加えて慕っている人間も多いから、そのせいでゴミは誰からも相手にされなくなり、仕事が回らなくなってしまった。おかえり。あんな若造にもう負けてんじゃないよ。そのボス格の女性は、俺と出くわすなり背中を叩いてくれた。なかなかに痛かったが、同時に嬉しくもあった。俺は、冴えない平社員だし、元妻に比べたら、何もかも劣っている。だが、
惨めさはもう消えていた。働く上で何が一番大切なのか、ようやく理解できたからだ。結局、元の職場に戻っただけ、昇格だってしていない。だけど、人と人のつながりを大切にしなければならないと学んだ。それはパートだろうと、バイトだろうと、何も変わらない。お待たせ。待ってないよ。さあ、行こうか。今回の一件がきっかけで、俺は元妻と連絡を取り合うようになった。交際していた頃に行った店やデート先を改めて来訪したりしている。いつの間にか妙な感情がなくなったせいか、俺は知り合った頃のように元妻と話せるようになった。それは向こうも同じようで、元妻は昔のように笑ってくれた。この2年間はおそらく自分たちにとって必要な時間だったのだろう。今日俺は捨てようと思ったのに結局捨てられなかった結婚指輪を持ってきている。そして元妻と一緒にレストランへ向かう最中だ。多分元妻には全部バレているだろう。だけど少しだけでもカッコつけさせてほしい。そんな風に考えながら俺は元妻の手を取った。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。